汗か涙かわからない、今、待機しております。
ところがどうでしょうか、今の安倍内閣、弱い者を守るどころか、弱い者は徹夜して、強い者だけが生き残るような、そんな今、政治をやっていると、私、早川雄一は思っています。アベノミクス見てください。あれは本当に日本の経済、私たち国民の暮らしを良くするためにやっている政策なんでしょうか。私、早川雄一はとてもそんなふうに思えません。あれは金持ちのための政策です。株をいっぱい持っている人が株でお金を儲ける。そして、法人減税をして、企業に大儲けをさせて、企業にお金をたっぷり貯めさせて、そのお金を一方に働く社員に還元しようとしない。これがアベノミクスの実態だと思っています。格差を作るのが安倍政治の、ありがとうございます。格差を作るのが安倍政治の現実ではないでしょうか。これを3年半も続けてきて、皆さんの暮らしは何にも良くならない。良くならないところが悪くなっている。そして安倍さんもあと2年半待ってくれ。消費税上げないから2年半待ってくれ。皆さん、あと2年半待てますか。もう私、前の位置は待てません。そんなにお人よしじゃありません。もう仕方がない。どうしようもない。そんな諦めをやめましょうよ。安倍政治が今作ろうとしているアベノミクスでの国民の格差、これをなくしていく。私、前の位置はメディアに働いていた。メディアの経験で先ほども申し上げました。政治というのは弱い者の味方、弱い者を守る、これが本来の政治であるというふうに私は思っています。私、前の友一は今回この神奈川県選挙区から挑戦をした、その覚悟を決めた、その覚悟はやはり今アベノミクスで置き去りにされている国民の皆さん、この国民の皆さんの少しでも生活を良くしたい、少しでも将来安心した暮らしを目指したい、そうしたことのために政治をやっていきたい、その思いで今回挑戦することを決めました。この神奈川県から政治を変えていきたい、安倍政治を変えていきたい、その思いで今回この神奈川から挑戦することを決めさせていただきました。年金がどんどん削られる、お年寄りはお金持ちなんですか。安倍さんはそう言ってんです。お金持ちだからお年寄りは少しぐらい年金を削ったっていい、とんでもないです。今回の私、こうやってマジで皆さんの声を聞いていたら、本当にお年寄りの深刻な声をたくさん聞きました。わずかしかもらっていない年金、それが今また削られている。物価が上がってどうしようもない、ぜひ何とかしてほしい、そういう声をたくさん伺いました。そして保育園の問題です。この川崎市も待機児童がたくさんいます。働きに行ってお父さんお母さん、お子さんも安心して預けたい、その預ける保育園が足りない、これだってやっぱり政治の格差じゃないですか。お金持ちなら何でもできるけど、本当にお父さんもお母さんも若い人たちが働きたい、その働きたいという意思を潰してしまう保育園が足りないというこの現象、ぜひ皆さんと一緒にこれも変えていきたい、私前は一応考えています。財源はどうするんだ。年金をそのままにしたらお金かかるじゃないか、保育園を作ったらお金かかるじゃないか、1兆円3兆円でも1兆円3兆円のお金、安倍さんがやろうとしている公共事業をちょっとだけやめて、そのお金を回せばくらいのそういうことができるんです。今まだ無駄がたくさんあります。その無駄をカットしていく、もちろんその中で私たち議員も身を切る改革をやめていかなければならないと思っています。今皆さんの中には国会議員多すぎる、そう思っている人が多いると思います。私たち国会議員が多すぎると思っているんです。ぜひ皆さんたちこの身を切る改革を私たちはやっていかなければならない。そして安倍さんがやろうとしている公共事業、公共事業でもう日本の経
今報道ステーション、あれはクローズアップ現在続いていますけど、ご覧の方いらっしゃいますか。あの知事のパワーはすっかりなくなってしまいました。希望を抜かれた、希望を抜かれた、ライオンとか虎のようになってしまった。もう今抜け殻だけです。安倍政治、今メディアも自主規制を始めています。そんなことをさせてはいけません。私たちは報道方法を知る権利があります。今世の中で何が行われているのか、そして安倍さんが何を考えているのか、安倍政治が何をしようとしているのか、こういうことを私たちメディア、新聞、テレビが正確に、そして公正に伝えていかなければならない。報道方法を伝えなければならない。ところが今報道方法がだん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 伝わらなくなってきている。これでいいんでしょうか。私たちの知る権利がなくなってしまいます。私たちは政府に対してどういうのが今やっているのか、何をやっているのか、これを知りたい、その知る術がなくなってきてしまいます。メディアが頑張らなくてはいけません。新聞もテレビも本当に政府に立てついてだって、その真実の姿を報道していかなければならない。それはどれもなおさず私たち国民のためなんです。私たちには知る権利があります。大事な大事な民主主義の原点です。私たちは今世の中に起きていることを知らなければならない。それを伝えるのが新聞であり、テレビ、メディアの役割です。今安倍政権はそのメディアの大事な大事な役割を押さえつけようとしています。メディア潰しをしていると思います。これを続けていくと私たち国民のものを言う自由、それがいろんなことをやる自由、この自由が奪われてしまいます。そんなことがなってはしまっては決していけません。そんな時代が来ては絶対私の場合は一番いけないと思っています。なんとしても報道の自由、表現の自由、そして国民の知る権利をしっかりと守って、今政治が何をしているのか、今私たちのために何をしてくれようとしているのか、その本当の姿
規制